ってしまいました。すいません、ライチョウです。なぜどうした、ちょっとバタつきすぎて、ちょっとツイキャスが全然間に合わなくてツイキャスが間に合わなくてどういうことだ、ぜひボードも読んでもらっていいですか。これを読んだらいい、それをはいお願いします。ツイキャス今ツイキャスじゃあ準備してください。じゃあまずこちらから、コロナ対策について、演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行っています。番組入れ替え時、スタジオ内のすべて消毒しています。除菌機器を導入しています。トリゴラズリーフムのスタジオは窓があります。救急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますがご理解ください。いい、はい、これでありがとうございます。次のもはいお願いします。人使い荒くないか、すみません。もいしてます。もいしてます。はい、はい、こちら番組応援の会、会員募集しております。トリゴラズリーフムのこの番組が好きという方に朗報です。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページより。これも読む？お願いします。はい、はい、こちら番組へのご質問はこちらまで、アズパンエヘム、こちらの DM の方にお願いいたします。出演者への質問と、番組では何の話やってんの？ありがとうの話を。はい、ありがとうの話も募集して。あと、はい。今日ライチョウいるので、ライチョウへのなんか質問とかもあれば。受け付けてます。はい、で番組、出演者への質問はこちらまでお願いします、はい、番組内で読み上げさせていただきます。これでいいのかい。ありがとうございます。めっちゃ暗いけど大丈夫。何が暗いってのはこの番組が明るくしてはい、なんとか頑張ります。実はですね、はい、本日ちょっとね、こいつね、ありがとうございます。すみません。話しながらやって。ちょっとね、話しながらやって。はい、今日本日6月21日、鳥越あずりさんの、はい。社長さん、高橋秀樹さん、はい、のお誕生日でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なので、はい、ちょっとお花をご準備させていただきまして、スタッフ様、ミルクラシアスからなんですが、受け取りに来てもらえますでしょうか。はい、じゃあおめでとうございます。あとですね、私たちのポートレートなんで受け取っていただいて、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じです。粋なことをするね。それはそうでしょう。いつもお世話になっておるので。確かに。はい。初めてだけど俺。まあね、おととい導入が下手か。おとといなんかあるやろ。仙台行ってまいりまして。行ってきたね。仙台のプロレス酒場ゴールドさんに。周年なんですけど、行ってきて、初仙台、私、はい、初仙台でございます。そうでしょう。はい、そうでしょう、そうでしょう。はい、僕意外と道のプロレスだったから、はい、意外と行ってて、もうまあ前々回ぐらいのそのゴールドさんの周年も出たことがあって、はい、あああ、いや、言葉が出ない。わかりました。なんか出て、ちなみにその時は誰と試合したんですか？え？お杉さんは誰と試合をされたんですか？あなたですよ。じゃその前々回の時の話。前々回は菅原さんと誰かです。誰か。正宗杉対菅原拓也誰かです、うん、そんな感じ、まあ、全然覚えてないです。それ以来ぶりのゴールドさんにはそれ以来ぶりの、はい、仙台自体もだってその時もう杉ですよね。その時は杉でした、ね、ってことはじゃあもうその前の特なじゃないから、うん、仙台自体もそれ以来ぐらいですか？仙台それ以来ぶりでしたね、うん。どうだったの？仙台、久しぶりの仙台どうだったの？もう口調とかどうしようもないな。うん、なんかゴールドさんに顔出したのが全てだったみたいな感じだった。ちなみにゴールドさんにはその前々回出た時も、はい。お顔を出してもちろん、うん、今回俺も言ったけど、うん、ねぶた魂さん新しいとこ、あそこはさすがにねオープンしたばっかりですもんね。オープンしたばっかりなんで、ね、コロナ禍中にオープンしてるので、うん、初でしたね、うん、謝られちゃいましたね。仙台来て牛タン食わさずに青森の見せてごめんなさいみたいな、いやそんなね謝ることじゃないです。美味しかったしね。美味しかったし、まあね、牛タンは食べてないよね。牛タン食べてない。試合終わった後ずっと寝てた。そうなんだ。ずっと寝てた。そうなんだ。僕は帰りに食べて帰りましたよ。ずるい。ずるくない？ずるい。自分で注文した。ああ、ずるい。いやいや、そんな。首が痛くてそれどころじゃなかったから。すいませんでした。ああ、ずるい。すいませんでした。うん。で、どんな感じ？どんな感じなの？試合の振り返りじゃない？試合のメイン MC ですよ、今日は。うん、メイン MC すぎ。ピンポン。ちょっとね。いやいや、やめてもらっていいですか？そんなに司会進行できるほど僕優れた人間じゃないので。頼みます。放送事故になっちゃうよ。頼みますよ。頑張りましょう。はい、キャプテン頑張ってくださいよ。はい。まあ、仙台の地には沈められませんでした。はあ、思い出したくない。沈ませたかった。思い出させよ。試合何年ぶり？ 1 年以上ぶりでしたね。1年以上ぶりじゃない。キャプテンとは。うん。あ、でも一番自分の中では名古屋。名古屋じゃない。最後はそうね。名古屋ですね。あ、最後が名古屋か。最後が名古屋じゃないかな。全然名古屋以外の記憶がほとんどない。岐阜とか横浜とか。ああ、横浜あったね。横浜あったわ。あ横浜は思い出したくない。うん、本当に。いや、怖かった。横浜は思い出したくない。うん、せっかくだから1回目からじゃあ思い返してみる？あなた覚えてる？ 1 回目。1回目が横浜よ。1回目が横浜よ。そうですよ。うん、1回目が横浜でした。はい。横浜、不完全、まあ、決着したけども、不完全決着というか、うん、ちょっと失敗してしまって。そうね。ちょっとなんか、よくわかんないけど、うん、どれがちょっとでっていうのにもなってくるからね、うん、でも無傷だったんで、うん、ちょっとです、うん、でまあ2回目が天下一ジュニア1回戦おう天下一ジュニア2回やってんだから覚えてる？岐阜かどっか岐阜が最初？そう岐阜の天下一ジュニア何年かって、まあ、2000年とかだと思うんだけど2020年とかだと思うんだけど2019年か2019年の天下一ジュニアへえ岐阜やったねそういえばやった全然覚えてなくない岐阜そうかあれが2回目ああ思い出したフィニッシュ以外覚え浮かばないフィニッシュはでも覚えてるフィニッシュは覚えてるサンセットみたいな吉谷君みたいなそう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 まさかみたいな、うん、やられてしまったやつで3回目が東京のちょっとどこか覚えてないんだけどあれじゃない下北かどっかの下北じゃない下北どこだっけコロナ入ってすぐだコロナのそのすぐ東京シングルマッチシングルマッチだったシングルマッチだったシングルマッチだったシングルマッチそこ俺衣川で負けた皆さんと誰か書いてあ杉正宗対弘樹菅原拓ああねぶた祭りの方ねちょっと話飛んじゃうので話飛んじゃうから勘弁して、うん、あれどこだっけ僕もう靖国まで飛んじゃう靖国シングルしてないよシングルじゃないけど、うん、今シングルの話してるやんねそうシングルどこでやったいやだからあれよ出てこないわ名前とりあえずね01で3週連続20周年ツアーかみたいなのでホールどっか3週連続やったら2週目ぐらい2週目か3週目かなで俺そこであなたにタッグ組もうって言われたんやでああ分かった高島平そう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 高島平なんと高島平区民ホールみたいなうん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 そうそうだった衣川で負けたんやでへえ自分のことなのにへえってそこがなんか仙台とつながってくるんだどういうこと覆面ワールドリーグ戦でライガーさんに勝った技、はい、あ衣川それが仙台だったのおおゼップ仙台だったんだけどへえそれと、うん、来庁勧誘と、うん、今回の仙台がつながってる何にもつながってない何にもびっくりするがつながってない怖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 い衣川衣川、うん、ちなみに衣川はどこの川なのあれはあれは道のくじゃないの岩手県だったと思うけどその義経が最後に自害した場所と言われているまあその北の方に逃げるっていう伝説も残されてたりはいはい死んだのが影武者でみたいな、うん、なるほどねモンゴル行ったかもしれないとかまあそれ3回目ここまで俺3連敗なわけよ4回目であれ名古屋だっけ岐阜だっけちょっと覚えてないけど名古屋天下一ジュニアで名古屋だったボロッボロにやられながら最後丸め込んで勝つってウルトラ裏勘で勝ったと思ったでしょ、うん、そこをちょっと頑張るっていう、うん、そうだった記憶はあるでしょ、うん、その過去4回俺結構もうほぼ最後勝ったけどほぼやられてたのよ全部で今回5回目、はい、個人的にはだいぶ、ちょっともうちょっとで勝ってたんじゃないかぐらいのところまでいけたんじゃないかなと思ってて。うん。もうちょっとだったでしょ。もうちょっとというか、ヘロヘロよ、こっちは。いや、まさか。まさかって何？いやー、そんな、ぐいぐい来ますっていう。だから沈めるって言ったじゃん。言ったけど。今回は沈めるよって。うん。何も返信してないけど。なんで返信来なかったの？すいませんでした。聞かなくてすいませんでした。せっかくプロフィール画像も変えたのに。あ、そう。え？あ、プロフィール画像変えたね。変えたから一緒ついでにっていうか。あ、変えたついでだったの。あれ変えたついでなの。はい、ちょっとありがとうございます。変えたついでやで。変えたついでに、ちょっと新規一点。いいねしかされなかった。すいませんでした。気が利かなくて。そっけないな。キャプテンそっけないな。なんか提供試合だったからさ。うん。なんつうの。なあなあっぽい感じ上だなと思う。うん。俺勝ちたいし。うん。すんげえ負けてるし。うん。ボッコボコにさろうと思って。まあボッコボコやったけどね。ポートレットにしないのですか。まあ。期待をしておいてください。になるかもしれないですね。どれじゃあ試合の振り返りでもしますか？なんもないけども覚えてる限りで、ね。覚えてる限りで。まあ後日でも DVD 化されるんでしたっけ？ゴールドマッチ。おそらくそうじゃないですか。なんかそう聞いてます。なるほど。じゃあもしもしってか映像で見たい方ぜひ DVD 発売されたら購入してください。あんまり僕が失敗するの自分で言っちゃうないと思うんで自分で言っちゃうまだ振り返ってないのに先に言っちゃうめちゃくちゃ精神的にきつかった試合いろんな肉体的にも肉体的にも精神的にもきつかったそれじゃあまあ、うん、思い出す限りで軽く喋ってみます。まあ見に来てくれた方はね、場面こうだったのかとかちょっと思ってくれればね。うん、DVD ね楽しみですね。うん。あれなんだけど、負けたからあれなんだけど。さあ、しょっぱななんかすごい緊張しなかった。俺リームで向かい合って。いやすごい緊張して。なんかいつもよりなんかなんつうの。ちょっと違うなと思いましたよ。仙台の地だから、仙台の地だからじゃないと思う。なんかまあもともとね緊張しがちなタイプではあるんですけど、そのお客さんの前にお客さんの空間に来た瞬間に緊張がほどけるみたいな、すごいねそれはタイプなんだけど、はい、リング上来ても緊張してるめちゃくちゃ緊張しててでもう本当に足がガクガクで、うわますます勝つチャンスだったじゃん、くそ。まあでもしょっぱなその割にはしょっぱなよく動いたねあなたね。しょっぱな殺す系ドロップキックったら普通に受けられたんだけどいやいや結構な距離あるあんな勢いでドロップキックしてきたら避ける、死ぬほどコーナーマットにめり込めと思いましたすごっと思って一発目ちょっとなんか気合を伝えたかった、緊張もしてたし、緊張してたのじゃああなたが緊張したから頬を張るじゃないけどバシッと一発目やってちょっと目覚まさせてやろうと思って、かわすっていうかわすなよ。いや結構これ食らったらどうする、次動けないと思うんだそそりゃあれはよけるよ、うん、もうね一人でなんかコーナーにジョーンしてるみたいな人がいると思ってDVD 見たら見てください一人ジョーンがいるんで、あ、そう紙テープ解禁、あ、そういえばそうだね、そうだった、紙テープありがたいですね、いや本当にありがとうございました。何年ぶりあれ、もう2年丸々2年は間違いないよね、うん、2年以上ぶりの紙テープ、紙テープなんかコロナ何も関係ないと思うけどね、多分だから手についた菌が紙テープについてっていうことなのかね、おそらく、うん、そんなはずないけど、まあでもね、もうちょっとぼちぼちその会場にとか団体によってはマスクしてて1000円 OK とかも出てきたんで、ぼちぼちなんか戻ってきそうな感じはありますね。うん、まあ仙台は重たかったけどね。あ、仙台もでもあれ一応会場的には NG でしたから、うん、一応ね、うん、まあそういうのもあってね、うん、でもどんどん戻ったら嬉しいなと思うし、でもその最近ファンになった方はそうそのコロナで分かんないから、うん、しその前の方前からファンの方も2年出してなかったら出し方忘れちゃいますよね。忘れちゃいますね。だから徐々に戻る形しかないと思うんで。うん、徐々にね、昔みたいな熱が盛り返すというか、戻ってきたらいいなと思いますね。昔、僕知らないんですけどね、デビューして3年ぐらいだから、一回01の靖国神社の時に、はいはい、マスクしてれば声出し、屋外だし、はいはい、マスクしてればこれでしょ、コロナ禍の状況で OK だった時があって、はい、あ、へえ、紙についてはウイルスは何日か生きてるんだって。へえ、すごい。まちゃこさんが言うとそうっぽい、うん、そうですね、多分ね、うん、そうなんでしょうね、うん、あ、なんか紙幣についた菌も生きてるって、へえ、結構聞く。そうじゃなくて、うん、靖国神社の声出し OK の時、はい、で屋外だから、うん、なんか酒も飲んでいいみたいな雰囲気になっちゃってて、うん、すっごい声援が久々にこう1年ぶりぐらいにおーっと思って、うん、すごいやりやすくて、うん、あ、じゃあ全部屋外でやればいいんじゃないと思ったら屋外競技にすればいい。屋内競技だからプロレスって、まあ基本は、うん、屋外競技にしちゃえばいいんじゃないこの際と思ったけど、うん、まあそんなことは難しいのかね。まあでも本当に徐々に戻ってきてもらえたら、選手としてもやりやすいというか、お客さんとしてもね、絶対途中が楽しいですからね。そうだと思うんですけどね、うん、まあそれは、まあ、今のねお客さんの心境も、うん、怖いっていうのもあるだろうしね。まあまだ、うん、それはまだだ、うん、まあでも久々の紙テープは気持ちよかったね。いやでも緊張してたけどね、緊張しててあれタイミングこんなんだったっけと思ってそれだけでもうなんか出っ張っちゃった。久しぶりいつ投げんだっけみたいな感じだと思います。もうね、すいません、すいませんでした、いろいろすいませんでした。まあじゃあ試合は最初交わされて、うん、なんやかんやして殺す気で乗ってやろうと思って、俺そうなんやかんやなと、なんかコーナーで戦闘みたいなのがあって、いや普通に何、本当に何沈める気なの下にね、物理的に下に沈むものばかりやってないリング壊れちゃうよと思って聞いた、いやめちゃくちゃバカじゃない今度から使うわ。誰かやってるあれ。誰かやってないでしょ。初めて見た。やった。初めて見たというか食らったというか。じゃあ今度から使うんで技名募集します。うん。なんだろう、崩壊。なんで？お腹が崩壊するから。沈殿とかじゃん。沈む。リングの下にね。リングの下にね、沈ませる。うん。撃沈。まあでもその後すぐに反撃されたしね。うん。その後の失敗は語る？語んない？その後の失敗はまあ。DVD の楽しみ？いやー、語りますよ。まだ緊張してたのその時。緊張してないけど、足がプルプルだったのなんか知らないけど。へえ。うわ、ますます勝つチャンスってマジ悔しい。足がねマジで悔しい。おぼつかなかった。悔しいな。生まれたての子羊みたいな感じの足でずっと、うん、子羊じゃ飛べないわなそれは届かないわ何だったんだろう、まあ、あの日なんかちょっと足がねもたついちゃってました。珍しいシーンでしたね。うん。まあでもその後なんか知らんけど降ってきたけど。そうね。結局降るんかいと思って。降らない。選択肢ないでしょ。飛ぼうと思って飛べなかったけど、飛ぶでしょ。飛ぼうと思ったけど、飛べなかったから、すんはないでしょ。それはそれで面白い。飛ばないんかいって。あの後はなんだ？その後は何があった？あれあれ。ライガーキック。ライガーキック。ライガーキック。ライダーキックじゃなくて。ライガーキック。ライガーキックなの。あんなライガーさんやってたっけ。いや、その覆面ワールドリーグ戦で。ライガーさんに義経が放ったキック。なのにライガーキック。ライガーへのキックや。ライガーへのキックや。それライガーへのキックだけど。ライガーキック。ライガーへのキックやん。ライガーどういうことや。ライガーへのキック。あ、確かに。あ、やってた、やってた、やってた。それやってたし、あ、食らったわ、そういえば。食らったわ。ライガーへのキックだけど、まあ、ライガーキックなんで。ライガーキックと呼んでいた。食らったわ、確かに。あれ以来、初めてやったけど。あ、じゃあ俺、2人目のライガーキックの被害者。そうそう。じゃあ次回はライチョウキックやな。あ、そうだね。納得すんのかい。ライチョウキック。ライチョウキック。ライ合ってるから。そうやな、うん。ライダーキックからのライガーキックからのライチョウキック。親父ギャグやな。すいません。ライガーキック食らって俺何食らってすんのあと。なんか食らって。なんかたな何食らったっけもう覚えてねえや。全部痛えからあなたの技あなたの降ってくる技全部痛えのよ。うん。体重軽いくせに痛いよね。なんで自分で痛いよねって言うの痛い僕も痛いなんで痛みを分かち合ってんだあなたあなたは痛くなくあってくれまあ多分下の方が痛いけど、うん、上も痛いよっていうそうなのねで、あその後あれか俺なんかで返したな。パワースラムか。うん。あなたがなんか狙ったから、うん、パワースラムであれ聞いたでしょ。結構体重乗せて俺体重も乗ってたし高かったしなんかあれも沈めたから全部沈めたから本当にねそういうのやめてほしいちゃんと沈めないように言った事前に言ったのに「いいね」しか来なかったからしあいいねってそういうふうに取られたらいいんだなと思ってあ沈みたいんだなと思ってそういうことか。そういうことでパワースラムあれ結構あれで取れるかなと思って取れなかったけどあと何ムーンサルトかムーンサルトも結構えぐかったな。えぐく入れたんだけど沈めと思って高さを出したら膝が入ったそういうのはさ、うん、自分より小さい人にやらないでいいんだよ。というのは大きい人には体重じゃ効かないとかさ、そういう。いやいや、でも3勝1敗や、うん、弱者が強者にやるんやで。そういうことか。合ってるやん。合ってる。合ってたな。ノンサルトでも決まんなくて、あれや、直下式とか狙おうかなと思ったら返されたから。うん、うん、なんなんあのピョンピョンするやつ。そういえばあなたピョンピョンして、あれリバースフランケン、うん、死ぬほど首が触ったのあれ以来首が痛いとしか言わないもんね。言わないただただ首が痛い。あの試合以来首が痛いとしか言わない。首が痛い、ずっと痛い、うん、しょうがないね。ああ、もしあの後覚えてねえよ俺首が痛くて、あの後何やった覚えてないわ。あとなんかやった。何も覚えてない。最後がウルトラ裏感だったのは覚えてる。うん、まあでももうちょっと俺なんか取りそうなとこあった気がする。あれだ、ファイヤーバーで避けられた。なんで避けるの避けるの、なんで避けんの受けてよ。体重差考えてよ。受けたら勝ったでしょ。うん、てかその前が返せなかったでしょ。その前がひどかったから。その前何したっけあ、やったやった。なんか餅つきのロープバインしてからのパワーボムみたいな。あったあった。あれユニークだったでしょユニークな技だったでしょ。どこどこにいるのみたいなまさに餅つきだったでしょ、うん、あれも誰かやってる。あれやってないでしょ。あ、じゃああれも技名募集します。やるわけない。あんなひどいことするの高岩さんぐらいしかいないから高岩さんもいたけどね、あの日高岩さんも結構さ、えぐい技やるよね。やる。高岩さん好きだから、うん、リスペクトしてるんで、うん、まあでも結局ね、今回も勝てなかったんで、うん、またいつかの機会にちょっと残しておきます。しっかり勝つのは。まあ同じチームだからな、あんまりやる機会ないんだよな。うん、勝ちてえな。まあでもいずれやるだろうから。お、ありがたい。まあその時はね、まあ勝てないとは思うけど。どっちが？俺が？うん、おお、自信満々やな。くそー、勝つくぜ。しょうがないよ。そういう定めだから。やめてくれじゃあ急にちょっと待って俺今日初めて来たけど、ラジオってこんなんでいいのラジオってこんなんでいいの。あかんで。え、あかんで。頑張ってくれキャプテン、うん、ありがとうの話も今日来ないじゃないか。本当だ、ありがとうの話。質問もないんです。多分俺が出ることもないと思うよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう、なんか。俺が。やだ、言わないよ。言わないって何？あるってこと？あるけど言わないよ。あるけど言わない。言えないよ。言えない。言えないよ。どういうこと？言えばいいじゃん。それは言えないよ。言えないって何？言えないよ。ありがとうと思ってても、ありがとう。ああ、シャイなんだよ。言えないよ。そういうこと。そう、ありがとうね。ね、ありがとうの話したかったな。言えないけど。どういうこと？言えないよ。言おうぜ。まあじゃあまた俺が参加する機会があったら、その時には話すわ、そしたら。うん、うん、さてぼちぼち次の話題に行かねばならんと思うのだが、メイン MC を、はい、自分で回してくれるのかはい、じゃあ告知してもいいですか？バッサリいくななんかもうちょっとぬるっとないの？ぬるっと、ぬるっとはないです。まだその仙台の総括の締めみたいなのもないしさ。仙台はでも牛タン美味しかったなっていう。だから食ってないんだって。僕はありがとうございます。僕は食べました。はい、はい、読んでください。はい、すぐに。もう告知の時間入ってるんです。ラジオネーム腹黒マルチーズさん。腹黒マルチーズさん。杉さん、ライチョウさん、こんばんは。こんばんは。慎吾さんいなくて寂しいですね。慎吾に会えないんだね。一回待ってないよね。ライチョウさんにベタな質問なのですが、はい、好きな食べ物は何ですか？何が好き？米。米。うん。純日本人。米で米を食えるぐらい米が好き。ちなみに、はい、米の産地はどこですか？いや、米が好き。いやいや。米が好きなんだったら、うん、この米とこの米がどっちが美味しいとかあるでしょ。じゃ米の美味しさなんか、うん、全部美味しい。いや、それはそうかもしれないけどっていう話をしてます。米は全部美味しいの。分かりました。はい、荒川マルチスさん、ありがとうございます。私米が好きです。めっちゃわかる。ありがとうございます。米はうまいんです。米はまあまずいとは言ってないですよ、僕も米は全部うまいね。産地の話をしたかったな、はい、ありがとうございます。はい、それでは、はい、告知の方に。告知の方に。はい、行かせていただきましょう。はい。じゃあ、画像の方お願いします。はい、じゃあ、まずこちらから。はい、7月17日。大阪ですね。ファイヤープロレス様。これ。どうした？無言になるなよ。これはまだカード発表。もうね、カードは発表されてます。あ、されてるんです。ただちょっとなんか、ファイヤープロレスさんのホームページみたいなのなくて、大々的に。公式みたいなのがないんです、ね。でも一応ね、会見みたいなのを、東道館でやってて。あ、そうだね。やって、はい、やって、カード自体は発表されてます。杉来町対アンディ・ユー・児玉悠介組です。ダブルメインなんで、多分メインが2試合あると思うんですけど、その前、セミファイナルで、アンディ・ユー・児玉悠介組と試合をさせていただきます。はい、まあ、仙台ではね、シングルマッチで戦ったけど、まあ、ここはタッグなんでしっかり力を合わせて勝ちましょう。はい。はい。じゃあ次お願いします。はい、あとこちら。8月6日。アロマリブレさんですね。はい。ちょっと、ご縁があって。はい。杉さんが、はい、まだ対戦カード等は決まってないと思います。ないです。はい、こちらベースメントモンスター、王子のベースメントモンスターですね。はい。ぜひこちらも、杉さんに言えばチケット取れるんですが。はい。はい、もしね、見に来てる方は杉さんの方にご連絡、もしくはチームの。そうですね。はい、ミルクラッシュです。ここに DM お願いします。次お願いします。はい、はい、ちょっと先になります。9月20日。パンチさんの30周年仁義ある戦い、はい、これまあ、デザインジェニーさんなんで。あ、そうですね。はい、で僕が画像お願いします。はい、画像お願いします。はい、力の出場選手は杉でもライチョウでも慎吾でもジェニーでもなく義経で、はい、義経で出場させていただくようで。はい、久しぶり、十何年ぶりですかね。パンチさんのツイッターに最後の試合が12年ぶりみたいなのが書いてましたね。12年ぶりに。もうパンチさんの興行だからですよね、これは。はい、パンチさんとはいつ以来とか、いつからのお付き合いとかご縁なんですか？パンチさん2003 3年とかじゃないですか。割と最近ですよ。まあでももう20年近いってことですね。2003年、まあ、あでもそうか、19年ぐらいの付き合いじゃないですかね。すごい。でこれみじのくプロレスさんのねご協力ということで、はい、本当にありがたいですね。はい。なんで僕がありがたいっていうね。自分で言ってくれ。はい。なんで俺が代弁しとるんや。代弁ではないけど。代弁でもない。あじゃあありがたくない。いやそういうことじゃなくて。どういうこと？ありがたくない。なんかやっぱパンチさんにもみちおくさんにもっていうことですよね。そうだよ。はい。代弁でしょ。うん。杉さんが言ってくれないから僕が言ったから代わりに言った代弁で。あはい。あ違った。ピンポン。ピンポン。じゃあ義経対戦カードとは出てませんが、義経として出場心なんですかね、意気込みみたいなものどうですか。やっぱマスクとそのコスチュームが違うとなんか違うもんですか。全然違うと思いますよ。やっぱりムーブも変えてたので。ほう。なんか思い出しながら懐かしがりながらなんかやるような感じじゃないですかね。なるほど。まあカードがまだわからないので、どういうカードになるかがちょっと楽しみです。まあでも出場まだ全選手発表されてないですけども、皆さんすごい選手がね、出てるんで、きっとカードもとんでもなく面白いものになると思いますね。そうですね。はい。じゃあ次またお願いします。画像お願いします。またこちら9月25日ですね。佐渡島大会に私が呼ばれましたので、はい。行ってきます。前田明のトークバトルがあって、サスケさんがいて、アジャコングがいて、すごいメンツの中には最初にポスターにいない人として発表されました。ちょっと緊張ですけど、こちら佐渡島島なんで、フェリーで渡るんですけど、島民以外の方の観戦も可能になったんで、もしね行きたいという方がいましたらご連絡いただければ、チケットを取り寄せさせていただきます。じゃあ次お願いします。はい。そして、時系列的には一番最初になっちゃうんですけども、今週末。今週末。はい。あなたが喋ってくれ。俺はないんじゃ。バー045が主催する KGF NEXT Vol.3 でございますね。ラジアントホールで。はい。対戦カードが。はい。杉慎吾対安倍対島谷君。はい。雑な。安倍文則対安倍の文則島谷君。第1試合ではい杉慎吾対安倍島谷組の試合があります。でね、なんとこちら画像の下見てもらえると分かるんですけども、なんとこの第1試合鳥越アズーリ FM プレゼンツ、ということで、はい、この試合なんとねたまたまと言いますか、はい、ここでも鳥越アズーリさんにお世話になるという。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。これだから、勝ったら鳥越アズーリさんからなんかいただけるんじゃないですか。そうかもしれない。楽しみにしていきましょう。僕出ないけど。それは誰がなんか知らないよ。リングに上がるかもしれないってことですか。あ、リングそうですね。誰かいつも激励賞とかで上がりますもんね。あ、誰か僕出ないけど。なんか。まあ勝つかどうかもね、勝たなきゃねもらえないんでね。まあでも勝つ負けるは置いといて、楽しそうだ。前回ね僕と杉さんで組んだ時、前回の045さんのね周年興行の時は阿部さんと、ライジャンがハヤテ選手と試合しましたが、うん、まあ面白い試合でしたもんね。うん、今回ね、杉さんのパートナーが慎吾になって、阿部さんのパートナーが島谷選手になったんですけど、まあでも面白い試合になるでしょう。なると思います。なるでしょう。島谷君初めてだけど僕。あ、本当ですか。あ、まあ見たことあるけど。もちろんもちろん。うん、試合で絡むのか。試合で絡むの初めて。へえ。結構小柄な。小柄で、でも筋肉質で、うん、今グレートで活躍されてますよね。グレートではチェック島谷として。何をチェックする？至るところをチェックする。へえ。チェックしてます。レフェリーみたいな？ではない。違う。ではない。まあちなみにね、この大会のさっきのポスターもそうなんですけども、この大会もデザインうちのメンバーあると出ます。ジェニーさんがはいやってます。このポスターもね、その横浜館内とプロレスパッと見て分かりますよね。うんね、半月のホテル、半月の形したホテル、はい、ホテルの名前は俺は知らない。僕知らないけど知らないけど。じゃあなんで言ったん？いや有名なの。有名。泊まったことはある。はい。さっきの対戦カード画像もそうですし、今大会のパンフレットの方もジェニーさんが、全部やってくれてますので。はい。またね、パンフレット確か無料でしたっけ、前回のやつも。前回無料。はい。なんでぜひ持ち帰ってください。はい、もし持ってきてもらったら僕じゃないけどサインとか。しますよ、きっと杉さんと慎吾君が、うん、します。お待ちください。するみたいです。はい、はい、ちなみにこれこの大会のラジアントホールでね、この日の、ね、昼は DDT さんが興行やってまして、昼夜興行は DDT と、この KGF プロの昼夜興行になってますんで、お時間ある方はぜひ、DDT から見ていただいて、 KGF NEXT のチケット残り数席しかないと思うので、あと3、この間見て3とか4とかでしたね。はい、ですので、ありがとうございます。ツイッター開いてもらって、はい、はい、もしね、見に行きたい方、すぐにこちらの KGF NEXT さんの方に、DM していただいて、お願いします。第1試合なんでね、ミル・グラシアスの試合が、うん、もう遅れないようにお願いします。土曜日なんでね、翌日休みなんでね、うん、ぜひぜひ、お願いします。何で勝ちます杉さん、この試合は。ズバリ。張り手。あ、ギャグ性上がりましたね。ああ、面白いですね、今のは。いや、伝わった人は、数名だと思いますけど、今のは、面白くていいのか、今のは。大丈夫か、笑って。安倍ちゃんだったから。安倍ちゃんだったから。それはびっくりですわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、最後ですね。はい。はい。ラジオネーム、聞いて。読めないんですけど、ラジオネーム読めないんですけど。ラジオネーム読めません。あとでも1分切ってます。はい、質問だけ読んで。杉さん、ライチョウさん、こんばんは。こんばんは。お二人はポートレートの写真を撮る際に意識していることとかありますか？意識してることありますか？すぐ答えて。即興。目を見開くことですかね。ああ、俺は違う。目をつぶること。いえいえ。見てるで。カメラの向こうのお客さんを意識すること。うん、いいこと言った。さて、はい、じゃあ告知もしっかり終わりましたし、残りどのぐらいですか？はい、もう30秒ということで、じゃあ杉さん、はい、今日の総括をお願いします。はい、なんか仙台から帰ってきたばっかりでちょっとバタバタしちゃって申し訳ございませんでした。あとね、まあ、今週末もありますし、そう、ぜひね、まずね、うん、今週末のラジアントホール大会、KGF NEXTさん、はい、まだチケットあるみたいなんで、はい、ぜひお願いします。まあ来月再来月ってね、まはい、どんどん続いていくんで、はい、はい、ぜひ来月またちゃんと信号来ると思うんでね。そうだね。今日なんかダブルブッキングらしくてね。何か知らないけど。誰とダブルブッキング。数年ぶりに聞いたダブルブッキングね。泉元栄以来だな。いやいや、それ数十年ぶりやで。うん。うん、まあ、締めていいのじゃあ俺が締めるで。はい、じゃあまた来月の第3、火曜日ですね。はい。お楽しみに、お待ちください。じゃあ今日は杉と雷鳥でお送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。